やはりチレは実際に行ってみてビデオで見ていたことと全く違う部分がありました。そして今回チレの滞在を中断しないといけなくなった理由、日本の友達たちにも最高のお土産も持ってきたいから、みんなちょっとお土産選びを手伝ってほしい。ゴルフミラベスベストイエンメシコー、ワオ、ウェルカムトゥジャパン、オラトドソイタボー。実は今緊急で動画を回しています。アオラソンラシンコデラマニャナ、めちゃくちゃ眠いです。皆さんに伝えたいことがあるんですけど、実はチレに滞在する夢をストップしないといけなくなりました。その理由は後でゆっくり話そうと思うんですけど、正直チレ名残惜しいです。今アエルプエルトアウトゥーロメニノベニテスにいるんですけど、今から日本に帰らないといけないんです。その日本に帰るまでのこの短い時間をせめてチレで最高の思い出にしたいから、日本の友達たちにも最高のお土産も持ってきたいから、みんなちょっとお土産選びを手伝ってほしい。チレのいいイメージを伝えるにはどんなお土産がいいかな、みんなちょっと一緒に選んで、それでは行ってみよう。バウス、よっしゃ、ちょっとアウトゥーロメニノベニテス、ここマジで全然到着した時見れてなかったから、いろいろ見たいと思うんだけど、まずちょっとチェックインしよう。チェックイン、バウス。え、あ、なんかセルフでできるみたいだよ、ちょっとやってみよう。うわ、めっちゃおしゃれなカフェあるね。やっぱチレのアエロプエルト、めちゃくちゃなんか、何、ファッショナブル？おしゃれだね。キエン、キエンです。キエンです。あ、書いてある。誰？あ、あ、アルチュール・メリノ・ベニテス。アルトゥーロさん、はじめまして、ルチョ・ブスト、ルチョ・ブスト、今日もよろしくお願いします。あとはちょっとお土産をね、見たい。いや、ドンデス・スペニル、ドンデス・アラスさん、この辺とかいいんじゃない。ちょっとスペニルを探そう。ちょっとモアイがいるよ、モアイ。モアイ俺見てないよ、チル。モアイだってイースター島めっちゃ遠いでしょ。かわいいね。え、やっぱり何、チルってさ、モアイがハマそう。モアイばっかりなんだけどね。白いわ、ペインテルサンテ、ケースエスト、ケースエスト。え、これもしかして、あの、なんだっけ、チレでさ、鉱山に閉じ込められて助けられたっていう、あの奇跡の事件、あれのこと。あれが何、スペニルになってんの。スペニル部長、わお、ケースエスト、なにこれ。え、マリア様、違う、ディフェレンテ、みんな教えて、ディメーケスエスト、ケリンドパハロス。え、ケスエスト、え、これはチレの何、トラディショナルな、パパハロス、これ教えて、ディメー、ペリンゴス、え、ペンギン、ポルケ、え、ファモソ、チレ、ペンギン、ファモソ、ジメー、お、
ゲスネスト、わお、え、ハポン、ウルトラマン、あ、この線、ウルトラマン、うん、ウルトラマンのさ、敵でこういうやついるよ。え、シレに何こういう、え、キャラクターがいるの。わお、メソプレンディウーチャー、わお、ウーチャースプラナス、ポルケ、エスパゴソ、エンチレ、日本人はさ、シレ、カエル、ハポネスは、ワナンス、ファモソだって知らないよ。ペオヨ、ペオヨ。ワン、キス、エスタ。ワン、アリクイ？エスタエス、アリクイでしょ？ポルケ、エス、ファモソ、エンチレ？ああ、知らないことばかりだな。キリンだ。エステス、アルパカ。おお。エスファモソ、エンチレ。おお。もう知らなかった。おお。スベニル、決めました。ここでハポネスにスベニルを選ぶ時のポイントを話したいと思います。残念ながらハポネスはシレのことをあまり詳しく知ってる人は少ないんだよね。イースター島のモアイがシレだって知ってる人もいることはいるんだけど、結構意外と少ない。だけど、まあ、モアイも結構おすすめ。だから、モアイのね、こういうキーホルダーとか、モアイの、どうだろうね、こういうのとか、もうありなんだけど、こういうのとかね、こういうのもね、ありなんだけど、あとね、ほんとクレーカーとかもね、俺は知ってるからおすすめしたいんだけど、でも知らない人から見るとね、何なんだろうこれって思っちゃう人の方が多いから、だから僕はこういうのを選びました。ということで、これがいいと思いました。これとてもエステスブエンディセニョケリンド、これはそのサンティアゴとか、あとモアイ、あとはイバルパライソ、うん、ウバスビーノ、うん、あとペンギン、僕これ知らなかったけどね、うん、ペンギン、これ全体的にこうチレってこういうすごく色も綺麗で豊かな国だって、あの教えることもできるからね、これを渡すと、うん、それにすごい便利せんよ、うん、だからもらった人はとてもハッピーになると僕は思いました。ということで、みんなも海外の人にお土産をおすすめするときは、ぜひこれちょっとぜひ参考にしてみてね。ということで、これに決めました。アミーゴハポネス、喜んでくれるかな。はい、それでは今からとても悲しいけど、まずメヒコに行きたいと思います。いやー、チレオと離れるのはとても悲しいけど、バーン、わお、チレって書いてるね。モアイとかイースター島行ってみたいね。わお、僕が食べたものも結構あるね。あ、モテコンウェシジョース、美味しかった。マリスコスもあるよ。わあ、カスエラも、わお、エンパナダ、わお、食べてないものも結構あるね。また食べに行きたいな。いや、めちゃくちゃ広いね。ここ奥泊まるのもあるじゃん。これフランスめちゃくちゃ高かったけど、チレって空港いくらぐらいなんだろうね。ちょっとこれ見てみようか。チレ、ちょっと待って、これ1000円すんやばくない？ミルペソ？ケカロ？ああ、オーマイガー。チレのマクドナルド、まだそういえば行ったことないけど、めちゃくちゃ高えな。
これアエロペルトだからかな。わあ、メソプレンディアムーチョカフェは、うわマジかよ、2450ペソ負けかろう。オーマイガー、マチレも高くなってるけかろGrande.Gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad, les solicitamos que. Ahora, para los complementos superiores y a tu equipaje, tu vuelo.
やっと着きました。エメヒコ、ケカロポル・プリーナです。エストイ・エメヒコ、ワオ、ペロ・ムイ・カロ、エメヒコ・ムイ・カロ。長袖だからマジで暑い。イカロー、エストイ・エオンシアナロ。やっとイミグレーションが終わってメヒコに出ることができました。イエーイ。ということで、いろいろメヒコを見てみたいと思います。バーマス。早速メヒコのファストフード、ちょっと見てみよう。バーマス。ん、あれはプレス予想です。US ダラーはメヒコペソ。わー、のせー。おー、ハンブルゲーサーです。あー、メヒコペソだとすると800円。あー、ケカロコンボ1600円。あー、ケカロ、これはちょっと高すぎだよ、ケカロ。スターバックスを見つけました。あー、どれぐらい高いかな、ちょっと見てみよう。バーマス。もうスターバックス、あー、まあまあ高いな。チリと同じぐらいかな。いつもチレ、いつもプレシオソエンチレ。うん、いやー、メヒコの空港、アイロペルトメヒコ、広いね。セブンイレブン、わお、コンビニ8本です。日本のコンビニと同じか、ちょっと見てみよう。バーン。うん、うわ、全然違うぞ。ムイディフェレンテサンドイッチ。うわ、ハポンとディフェレンテ、ムイディフェレンテ。しかもムイカロ、マジかよ。720円とかするの。ハポンサンドイッチいくらだ。空港でも多分安いよ、400円半額ぐらいで買えるぞ。高いな。しかも置いてあるものが全然違うぞ。ウィディフェレンテ。危なかった。ターミナルを間違ってずっとスタンバイしていました。危ない。ベタピーだ、乗れないところだった。危ない。ここから穴にチェックしたいと思います。ようやく日本に戻ることができます。長い旅だ。フリーです。
久しぶりの日本やっと着きました。こんな感じだ。Welcome to Japan。 広いね。でもなんか道がないね、ここね。と着きましたよ。長かった。おー、結構ニート。ちなみに日本のトイレはこんな感じです。そしてこれ、お湯と水を調整できたりします。まあ必要なのかよくわかんないけど、で手を出すだけで、まあ、持てますね。こんな感じです。ということでやっと着きました。イエーイ、ハポンに着きました。久しぶり。ここからね、電車に乗って移動しようと思います。ようやくちょっと帰れますね。これはいやー、だいたい今チレと気温が似てるのかな。昼間が20度超えるぐらいでね。いやー、久しぶりに、これは日本の空気ですね。まあとりあえず、いや本当に長かった。全部で40時間ぐらいかかってるんじゃないかな、ここに来るまで。うん、いや40時間以上だね。10時間、13時間で、間の時間も入れると10、10、10。ああ、いやまあ40時間近いぐらいかかってるね。いやマジで大変だったわ。ということで、なんとかアポンに帰ることができました。ケグエノ。このチレに滞在するという末にょを諦めないといけなくなった理由は、チレで話したかったんだけどティエンポがなく、アオラ説明したいと思います。これにはいくつかの理由があるんだけど、決してチレを嫌いになったわけじゃありません。むしろ僕はもっとチレにいたかった。けど正直チレに来て大変なこともありました。ポルケアビオンで40時間もかけて、クルトラも言葉も全くディフェレンテなパイスに来たのだから、何もないことの方がおかしいです。いい、僕はエスパニョールもほとんど話せない状態でチレに行きました。チレに興味を持つようになり、エンハポン YouTube でビデオでチレを見ながら勉強して、チレに実際に行ったわけなんですけど、やはりチレは実際に行ってみてビデオで見ていたことと全く違う部分がありました。それはもちろんマラビジョーソな部分とメソルプレンディオな部分、どちらもありました。チレのマラビジョーソな部分に感動したこと、イ・ゼルダ恐怖を感じたこと、バリオスな経験がありましたが、それは僕の人生にとってとても有意義なティエンポになりました。その詳しい内容はまたプロキシマビデオでヒエロ・アブラル話したいと思います。そして今回チレの滞在を中断しないといけなくなった理由、その決定的な理由はやはり金銭面の問題でした。ポルケこのようなプログラマが起きたのか、具体的な内容を話そうと思います。ウノ、チレの物価が予想以上に高かった。僕はチレは日本の物価の 50% から70% ぐらいの物価だと思っていました。けどそれはパンデミック前のデータで、実際に行ってみるとリスモ、ハポン、オー、
パポンより高いことにメッソルプレンディオ。これに関してもシレが具体的に何が高いか、何がカロ、何がバラと、またプロキシマビデオで話していこうと思います。いい、そのカロ、いい、バラと、カロなもの、バラとなもの、その理由をみんなで一緒に考えていくことがシレの社会や生活豊かにするきっかけになると思うので、みんなとコメント欄などで議論できればいいなと思っています。ドスの理由、それは僕の資金が十分な状態ではなかった。ある程度はシレの旅行のためにお金は貯めていました。正直なんとかなるかなって思っていたんですけど、結構ディフィシルな状況でした。なのでこれらの2つの理由で、このままだとパポンに帰れなくなるどころか、シレでの生活もできなくなると判断して帰国しました。もっとシレにいたかったです。もっとムチョスチレノス話してみたかったです。けど僕は諦めたくありません。また必ずシレに行きたいと思っています。シレ行きへ向けてこのタボデハポンを応援してくれるととても嬉しいです。 See texto este video me era feliz queredes like See te scribes me eras muy feliz Hasta la próxima